魔法の聖水1個、2個、3個、4個、袋、3個、使う、まあ、ククール、使う、得てはいい。得てはいいからククールにもう1個。あー、もったいない気がするな、これ。満タンだよね。よし。後ろに卵あるね。こっそり、こっそりキャーさん。あ。卵確保しました。おい、ザルかよ、お前。おい、防衛しろ、ちゃんと。おい、拠点抜けてんぞ、こっち。防衛しろ、防衛。なんだ、貴様たちは。こんなところにどうして人間がいる。それに、その姿、この闇の世界の住人ではないな。一体どこから迷い込んだ。まあいい。こっちも卵を見張ってるのには、いい加減飽き飽きしていたところ。せっかく来てくれたのだ。暗黒神ラプソン様の、腹心、ヨーマゲモンが直々に遊んでやろうじゃないか。来たねー。これレティスより強いという噂が。さあ、まずは、チーム呼びから行こう。行ってこい。頼むぜ。とりあえず周り蹴散らしてくれればそれだけでもいい。うん、それだけでありがたい。全体攻撃いいね。おお、いいじゃんいいじゃん。あ、周り弱いな。オッケーオッケー。100す、ちょっと待って。ダンベラムーチョ、ダンベラムーチョに対し130のダメージということは、だいたいいくつ食らうんだろうな、これ。2回行動もしちゃう。あれ？これ一撃死あるな、これ。これ一撃死あるな。これはためるしてる場合じゃないかもしれないな。ヤンガスためる戦法でいこうかと思ったけど、ためてる暇がないかもしれない、これ。一撃で落とされる可能性が出てきた。126。もう死ね死ね、もうそれはないな。で、もう一回呼ぼう。うん、前半にもう一気に呼んでおこう。頼むよ、ハルク。ハルクはいいね。相変わらず、もう、レギュラーになってほしい。魔法カンタするんね。オッケーオッケー。オッケーオッケー。いい情報だ、それは。魔法カンタ。いい情報。呪文はやばいと。ってことは、メラゾーマとか撃てないか。跳ね返ってくるもんね。アギショコの、息系も撃っちゃう。クバーハとかあったっけ？スクルトはもう間違いなく打たなきゃいけないんだけど。フバーハ、スクルト、フバーハ。あー、このタイミングでクソが呼ばれてから、呼ばれてからモンスター呼ぶべきだったー。仕方ない、こればかりは。どうしようどうしよう。スクルトかけるよな。ちょっと待ってね。ジェシカはちょっとコンピューターに動かせよ、動かしてもらおう。うん、スクルトはククールがかけるとして、サミダレ、スクルト、大泥棒の、いや、かまいたち。あー、全体入らんか。攻撃、
デスターキーからかな。いやー極楽町の方がやばいかな。おー CPU はそう動くか。あーヘルコンドルの、ヘルコンドルか暗黒町か。107耐えれるか。なるほど、作戦変更。フバーハ、フバーハで、エテにバイキルトかかったからサミダレで、スクルトをもう一枚貼りたいところだけど、一旦先ベホマラ打って、で攻撃、あー死なないで、うわー間に合わなかった。ピオリムいるか。じゃあピオリムがいるな。ゲモンより先に動かなきゃまずいもんね。サミダレ、呪文、ザオリク、特技、攻撃だな。ゼシカ狙うなよ、頼むから。もうバカかこいつ、バカやろ。クソクソ、まあけど一旦稼げたっていう風に見ればいいか。魔法カンタいい、オッケーオッケーオッケー、おっしゃ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 、オッケー、ピオリム打つ。ゼシカ、ピオリム、ククル、スクルとかけ直し、呪文、ピオリム、サミダレ、スクルト、貯めるか。ヤンガス貯めれそうだな、貯めよう。できればフバーハも打ちたい。仲間呼んだ、うーんいいでしょう。98、仲間呼ばれたらちょっと貯めてる、貯めるわけにはいかないか。フバーハ、サミダレで、ベホマ、ククール、攻撃、ゲモン、ちょ回り回りいけ。あ、落ちないか、周り。やばいな。次、三連撃来るな。一溜めじゃ、それぐらいだよな。51。19。問題ない。うん。問題ない。オッケーオッケー。オッケーオッケー。今、魔法カンタかかってるよね。今、魔法カンタ状態にあるから、魔法は打てない。バイキヤンガサミダレ、ベーホーマーだな。ベーホーマーを、いやゼシカも食らってるんだよな。いや耐えれるな、耐えれる耐えれる。で、攻撃、暗黒町、周り取り巻きは大したことないから、ほっといてもいい気もしないでもないんだけどな。これで両方落ちてくれたらありがたい。
オッケー、ナイスすぎる。それはナイスすぎる。うん、それはナイスすぎないな。それはナイスすぎるな。オッケーオッケー。よし。で、よし。ゼシカ、ゼシカ、バッチリ。ゼシカバッチリ。戻して、サミダレ、ベホマを、ジュペククール自分で貯める。あ、攻撃しちゃうんだよ。まあ、魔法カンタってことだろうね、今。今、魔法カンタ中だな、じゃあ。で、貯めて、仲間呼んで、はぁ、溶けました。サミダレ。作るとやっとこうか。で、ためよう。あ、いいダメージ入るじゃん。ズキ。魔法カンタ打たないでほしい、できれば。魔法カンタ打たなかったら次のターンで、ゼシカが、ちょ、あのニアトレほっといていいな。フバーハかかってるから、ダメージそうでもない。マジか、もう。マジか。リク。できれば、ヤンガス、貯める。ヤンガスは貯める。ちょっと貯めろ、お前は。エテがサミダレで両サイを沈める。オッケー、よし。死ぬなよ。よし。で、ヤンガス食らったから、ヤンガスにベホマ。サミダレ、呪文、ベホマ。ベホマ、ヤンガス。で、貯める。フバーハ溶ける。CPU かけてくんないかな。きたー！さあ、ヤンガス、許す、殺せ。ヤンガス、許す。今日は許す。これが最後のターンだ。作戦変更。ま、一応ね。一応、フバーハかけ直し、サミダレ、呪文、ベホマラ、呪文じゃねえ。なんでハイテンションになって、急に呪文使い出す。攻撃だな。ヤンガス、やっちまってくれ。やっちまってくれ。お、レベル上がんないのね。スキルの種。レベル上がんないんだ。ちゃんとカメラ用意してたのに。今日サイコロ振れると思って、ちゃんとカメラ用意しといたのに。バカな、こんな強い人間がいるな。そうか、レティスだな。奴がこの俺を倒させるために光の世界から貴様たちを。おのれ、そうとわかればこのまま倒されてなるものか。奴の卵も道連れにしてやる。死なばもろともよ。このゲームをたらさせてたすけ。はぁ。あぁ。あぁ。ごめん。ごめんよ。どうやらあなた方には迷惑をかけてしまったようですね。
光の世界から呼び寄せておいて、こんな嫌な思いをさせてしまうなんて本当に申し訳ありません。さあ、ここにいたところでもはやなすべきこともありません。光の世界への扉まで送っていきましょう。母様、待ってください。まさか、私の赤ちゃん。そうです、母様。生まれてくる子供、こともできず、こんな姿でお話しすることになって、ごめんなさい。僕を助けるために来てくれた、その人たちに、お礼がしたくて、こうして姿を現したのです。お礼？しかしあなたは。いいえ、母様。こんな僕だからこそ、できることがあると思うんです。実体を持たない魂だけの僕に皆さんの体を貸してもらえれば空を飛ぶことができるようになるはず。どうか皆さんの旅に僕をご一緒させていただけませんか。えて、私からもお願いします。この子があなたたちの役に立てるなら私も救われます。どうかこの子の願いを叶えてあげてください。ちょっと喋り方気持ち悪いんでいいっすわ。うん。ありがとうエテ、あなた方には感謝してもしきれません。それでは僕は皆さんとご一緒できるように姿を変えます。力が必要な時はいつでも呼んでください。はい。なんとかなったね。うん。負ける気でいた、エテは正直。正直負けると思ってた。うん。勝てたね。これか？神鳥の魂を手に入れた。うん。その魂の結晶とも言うべき石を使えば、あなたたち、人間でも鳥の姿になって空を飛べるはずです。ただ、その力は私たちが本来属する世界、すなわち光の世界でしか発揮できないので気をつけてください。さあ、そろそろ行きましょうか。私の背中にお乗りなさい。まずは麓まで降りますよ。はい。まあ、こっちでは使えない。闇の世界では使えないわけね。だから、その掴み方やめ。その馬の掴み方やん。それ、獲物取る時の掴み方やから、それ。姫やぞ。背中えぐれてんじゃねえ。なんとまあ、不思議な体験をしたものじゃ。あのような、もう一つの世界が実在、存在するとは、実際に言ったものでなければ、到底信じられることじゃ。今もそこに扉がなければ、あの体験は夢ではなかったかと、疑うところじゃぞ。あ、レティスの影。はい！戻ってきました。戻ってきたのは良いのだけれど、まあ多分次は、どれだ？あったあった。これを、ちょ、渡しとこう。ゼシカに渡して、で、これでいける。確かね、ここで、どこに行くんだったっけな？まあ、飛んで探そう。うん。飛んで探そう。一回、ルーラでレティシア戻ろう。セーブしたい。もう二回目、勝てる気がしない。うん。レティシャ。よいしょ。うん。だから次はね、次パートは、神鳥の魂を使って、次の、行く武器、あれかな？大聖堂かな？順番で言ったら、確か大聖堂な気がする。ちょっと一回眠りたい。マルチェロね。ククールの、兄弟の。はい。
ような気がする。スルーメンってだったら自由に空を飛べるようになったんですもの。聞いて、ミディアも子供の頃ね、鳥になりたいって思ってたの。鳥に憧れていたのは、人が城に来る前の。毎日お勉強ばかりで、同い年の遊び相手すらいなくて、だから外へ出たいって。鳥のように翼があったら、城の外へ出られるのになって。呪いで馬にされたのに、鳥のように空を飛べるなんて、まるで夢のよう。もしかしてこの時、魚になることもあるかしら。ダメ、海で行けばダメ、絶対。だってミーちゃんは金づちなの、泳げないの。知らねえよ。知らねえよ。お前、馬馬の実の能力者か、お前は。フォルムホースか、お前は。よし、じゃあ一回ね、ここでセーブして区切ります。次パートはね、さっきも言った通り、身長の魂を使って、行けるところを探していきます。はい。では、ご視聴、ありがとうございました。